ディファレント T シャツただいま数量限定販売中このチャンスを逃したくない方は今すぐチェックお前さ今女性に対して行ってる扱い自分の娘に対してする 自分の母親に対してするそこよく考える恋愛系 YouTuber とかナンパ界隈とか、まあ、その辺で結構俺、まあ、気に食わないというか見てて嫌悪っていうの憎像じゃないな嫌悪っていうのかちょっとキモいなって思うような、まあ、アドバイスをしてる人が、まあ、ぼちぼちいて。 でも俺の YouTube のコメントとかにもたまに来るんだけどそういうの女を雑に扱えとか無視しろとかねやるために思わせぶりの言葉をかけて騙せとかおごらせろとかこれさせろあれさせろかっこいい確かにその理論に基づいてクズ男になれば モテるのかもしれないねうんそれで騙せる女性もいくつかいるのかもしれないねそのテクニック使うことによってやれるのかもしれないね気持ちいいかそれかっこいいか自分に娘がいたとして今お前がやってる扱いを誰かが お前の娘に対してやってたらお前どう感じる何も感じないそっか本当にお前ってモラルがないんだねそれとも痛みつけるってこと分かっててでもどうでもいい女だからどうでもいいやって言ってやってんのどうなん経験人数300人ですそくりましたおごらせました 紐になります何してんのそれは本当にお前が目指したい男の姿なの問い立ただせってかっこいいか自分のゲスな糸で女を利用して瞬間の回路を変えること気持ちいいか過去のお前に何が起きたかは知らない ね、女に振られたのかもしれないし今まで一切相手されなかったかもしれないし散々な扱いを受けたのかもしれないし、ね、それをきっかけにあ俺もじゃあやり返してやろうつって、ね、女性に対してそういったことをしている人なのかもしれないかっこいいか自分の娘に対してそれやるか残念よそっちの方向に行ってしまう男が。 ちららほ見えて残念、ね、女性にもむているために自分のレベルを上げる、ね、女性心理を学ぶ大切なことよただそれを利用して自分の何ゲスな意図ゲスな欲求に使うなって何してんのそれで女の子を傷つけて気持ちいい嬉しい復讐した感じする 自分の価値上がった感じする300人とやりました。連れ出し、即、1足、2足、バカなの。ねえ、幼稚。幼稚すぎ。お前は一切男としてレベル高まってない。むしろレベルダウンしてる。童貞のままでいた方がいいよ。そんなやってんだったら。いや、マジで。冗談抜きで。童貞の人の方がよっぽど価値高い。 そんな方向に自分のエネルギー使ってるんだったら女に対して憎しみ持っててそれを晴らすためにね雑に女性を扱う意図的に傷つける意図的に不安にさせるやめろってそんなんやってるうちはお前は一生人を愛せなくなるよ確かにちらほらねやれるだろうけどお前は空っぽよお前は結局孤独よ お前は結局一人ぼっちだって愛情を持って接してないんだもん相手のことを大切にしてないんだもんどうでもいいと思ってゴミのように扱ってるんだもんしょうもないって本当にしょうもないそれで持ってたところで俺は1ミリもかっこいいと思わないし本当に質の高い女性本当にいい子ってのはお前に対してめちゃくちゃ冷ややかな目で見てると思うよ誇らしげに経験人数300人ですって語ってるの じゃあ本命の女性、本当に愛したいなって思えるような女性が現れてさ、その相手の両親にどう思われる経験人数300人です三百300人どうでもいい女性、そくってきましたって。信用できるお前のこと。できないよね。だってお前も信用できないでしょ。そんな男が自分の娘と関係を持つって言ったら。 嫌でしょ気持ち悪いでしょ安心感ないでしょでこれはねそういう方向で女性を雑に,雑に扱ってる男に限られることじゃない自分が持てないからって女に憎しみを持って憎悪を持ってでネット上であれこれ書き込んでるやつも一緒女は全員ゴミだとか女と過ごす価値ないって ぼっちりいた方がいいとかしょうもないってダサいうんダサすぎる何してんのその自分の不足を正当化するなよ女性を雑に扱ってる男も一緒自分がレベルの低い,低い男であまりこれまでに女性からいい反応が取れなかったりとか相手してもらえなかったりとかってのを相手を雑に扱うことで相手を利用することで相手を騙すことで 成し遂げよようとするなよ仕返しというか復讐というかかっこよくないって自分がこれまでに得ることができなかった愛情の不足承認の不足それ憎しみには変えるなって何もいいこと起きないよ空っぽな未来しか待ってないよ特に思わせぶりして雑に扱って女を利用するやつ一回好きにさせてその後に雑に扱って無視してあれこれテクニック使おうとしてるやつ 印象を操作ししようとてるやつ相手を操ろうとしてるやつ恋愛はそういうもんじゃないよどうやって楽しむの相手を操ろうとして教えて気分いいのねそれがそんなんで気分よくなってどうすんの上に立った気持ちになってどうすんのああ俺の言う通りに動いてるこの女は俺の奴隷だってでどうすんのどうやって実際に女性との時間楽しむの だって女性にモテる目的ってさ、実際に恋愛するためでしょ女性との時間を楽しむためでしょ何してんのどこ行ったお前の目的何でお前の目的はその、実際にモテるようになって恋愛を楽しむとかあの、女性との時間を楽しむとかよりもその、女性を利用したり、女性を下に置くとか、女性に復讐することが目的に変わってるのこじらせすぎでしょ ひねくれすぎそれただの八つ当たりでしかないようん八つ当たりでしかない自分の過去のトラウマだったり傷ってのを他の人になすりつけてるだけね知らない女性になすりつけてるだけお前が全く関係のない人から受けた傷トラウマ苦しみ憎しみってのを全く関係ない女性にぶつけてる 何してんのなんでその子はそんなひどい扱いを受けなきゃいけないのお前から。お前は個人的に受けた経験を。なんで全く関係ない女性がそれを受けなきゃいけないの毒お前は毒うん。早く解読してほしい。ねえ。早く解読した方がいいよ。今だったら間に合うかもしれないよ。うん。けど、今の調子で。 うん即うん連れ、連れ込み、連れ出し、中出し、中出ししてやったぜ。酔わせてやったぜ。そんなんずっとやってたら、もうお前もう取り返しつかないよ。だってお前が人間としてもう腐ってんの。どんなに水を与えてももう生き返らないよ。帰ってくるよ、全部。お前が行っている行為ってのは。全て帰ってくる。ね。一生人間関係で満たされなくなるよ。 一生、誰も信用できなくなるよ。だって、お前が信用できない存在なの。お前が信用できないような行為を行ってんの、他人に対して。ね、自分もそうされたらどう,どうしようって。恐怖に怯えるわけじゃん。全部自信のなさから出てんだよ。そういった行為ってのは。ね、ちょっとモテるようになって、俺は自信のある男だって言い聞かせんのかもしれないけど、そのお前が行っている行為から見て取れる。 様子はめちゃくちゃ自信のない男だよ。めちゃくちゃ怯えた男だよ。不安に駆られてる男だよ。やられる前に俺がやってやるみたいな。ね、傷つけられる前に俺が傷つけてやるみたいなクズ。カス。うん。で、それによってね、モテるようになったとしても、ね、そくれるようになったとしても、お前がそくってる女 お前がモテてる女っていうのは正直レベルの低い女よ。それか頭の悪い女。お前がゴミっていうことに気づ,気づけないちょっと狂ってる子たちだよ。普通の女の子じゃないよ。ね普通の女の子たちじゃない。もうプライドを失った女の子たちだよ。そんな散々な扱いを受けても いいって思っちゃってるようなダメージ受けまくった正常に機能してる女の子じゃないよお前と同じぐらいトラウマ抱えてる女の子だよお前と同じぐらいもしかしたら腐ってしまってる女の子だよねその子が悪いとは言わないけどお前が毒のある男だったらお前は毒のある女しか引き寄せないよ俺も過去に何度もやりもくでクラブだったり寝夜の街で遊びに行ったけど そこでゲットできる女の子っていうのは同レベルの女の子よ。似たようなマインドを持ってる女の子よ。自分が心の奥底からリスペクトできる女の子じゃないよ。ぶっちゃけた話。別に行くなとは言ってないけど、時には楽しむのも大事だと思うけど、ただ、お前の目的がそういう目的だったら、相手もそういう目的な女っていう可能性がすごく高いよ。 お前の今の現状が完璧に相手に反映するからお前がもしモラルを持ったマナーのある常識のあるハイレベルな男だったらそれに引き寄せられるのは似たような価値観を持った女の子なんだお前がもしモラルがなくてマナーがなくて常識がなくて相手を傷つける目的で生きてたらそれに引き寄せられる女はそれに似たような女の子だ仮に それで女の子と付き合えたとしてもその関係はおそらくクソだよ何一つ満たされないと思うよ空っぽだと思うよお互い信用をしてない状況だと思うよただその隙間を埋め合ってるだけ間違いないと思うでそれをやってるうちはお前は自分が実際に求めるような女性実際に関係を持ちたいような女性実際に恋愛をしたいような女性 お前は変わらない限り、うん、だって今現状がクズ男なんでしょクズ男はクズ,クズ女しか引き寄せないってだからお前が変わらない限りはいい女性、ね、ちゃんと人間性のある女の子と付き合うことは無理よだから俺もそういったのを含めて好きでもない女の子とやることだったり好きでもない女の子と 思わせぶり時間を過ごすことまあ俺はあんまりそういうことしてこなかったんだけど絶対しないようにしてる汚れるから自分自身がそして汚れた女しか引き寄せないからその状態だと<ん>もう一回自分に問い立たせてどういう男になりたいのかで別に俺は一切その恋愛テクニックとかモテに関すること全てが間違ってるって言いたいわけじゃない、ね、世の中に出てるもの合ってるものもあると思うし勉強するべきこともあると思う ただ間違った方向に使うな。お前の汚い願望を実現するために使うな。それやって得するやつは誰一人いないから。お前は過信するだけ。エゴが膨らむだけ。お前がどん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 クズ人間になるだけ。もちろん、これを聞いて、じゃあ女性をね、天使のように、神様のように、丁寧に丁寧に丁寧に扱ったら、それはそれでひもてよ。 持てないよ、ね、だって相手を自分よりも過剰にはるかに上に置いてるんだもんこれは過去の何度も俺動画で話してきたそれもそれでよくないよ傲慢を吸ってるんだもん印象操作してるの相手に好かれようと必死なんだもん相手の自分に対する評価を執着してるの、ね、これも自信のない自分から行われてる行為 だから少なからず、まあ、女性心理だったり女性に対する接し方そういったところを学ぶのは大事だけど悪い方向に使わないようにでトヨタほしい自分がどういう男になりたいのかね三300人じゃやれればいいのねそれがお前のゴールやれればやれるだけかっこいいの本当にそれはかっこいいと思うなったらいいんじゃないお前の人生だからお前自由にしろってただそれに違和感感じてるんだったら真似する必要ないよ自称を モテ男の空っぽなならを真似する必要ないよ自分を持てって、自分の価値観をモてって、自分のプライドをモてって、自分の信念をモてって、これは女性関係にとどまることでもないね。ビジネスもそうだし、人間関係もそうだし、何においても、自分の理念を持てって、自分の価値観をモてって、で、汚れた価値観を持つことは、俺は良くないと思う。かっこよくないと思う。ダサいと思う、正直。 もしそういう方向にね自分が進みかけてたりとか進んでしまってたりしてたらえー、まあ気づいてもらえたらなと思うきつい時こそやらなきゃいけないことです